も奈良コミのタカです。今回は家族で串揚げや焼き鳥が楽しめるお店に行きたいと思います。実は以前チャンネル登録者数4000人を達成した際に記念でお伺いさせていただいたお店で、なんと今年の7月にメニューがリニューアルされたという情報を聞いたので行ってみたいと思います。前回お伺いした時はリーズナブルで美味しいめっちゃ魅力的なお店でしたが、どのようなメニューに変わったのか気になったので調査したいと思います。現在高田バイパスを降りて東室の交差点、左折したらお店はすぐそこです。ということで早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは奈良県大和高田市総根にある伝五郎大和高田店さん。他のお客様とあまり顔を合わせないようなお店の作りになっていて、テーブルも広く子供連れでも落ち着いて食べることができます。ちなみに予約すれば個室席なんかもあるお店です。こちらがリニューアルされたメニュー表。串揚げが安くてラインナップも豊富、もつ鍋なんかもございます。そしてこちら食べ放題もあり、お気軽プランから満喫プランまでお好みに合わせて選択できます。そして飲み放題プランもあり、ドリンクメニューはこちら。お酒を飲まない方も楽しめるノンアルコールドリンクが超豊富。そしてランチタイムも楽しめるメニューなんかもあり、1000円以下で食べることができます。そしてそしてなんとランチ食べ放題と、ランチタイムからたくさん食べられるプランもあり、これは魅力的。おんちゃんはまず生ビール、あ、めっちゃ美味しそう、うらやまん。そして子供もタカも大好きなポテトフライ、細くてカリッと揚がった美味しいポテトフライですよ。子供ら用にウインナーの串揚げを注文、これは美味しそう。そしていい感じに焼き目がついた焼きおにぎり、おにぎりも注文し、海苔をめくってみると鮭がドンと乗っている。僕はノンアルコールの3月アクアマリンを注文。実は3月の誕生日席がアクアマリン、ノリでノンアルコールカクテルを頼みました。ただのちゃんじゃも歯ごたえがあってめっちゃ好きなんよ。3月ということでアクアマリンソーダです。ん、待って、これどうなってる。マジでストーリー見えた、ストーリー見えたぞ。マジか、バケ展開。大変失礼しました、ノーマルコールです。酔っ払ってません。さっぱりうまい、めっちゃさっぱり、すっきりする。何味？ミントの香り結構するね。うまい。ただのちゃんじゃ、ダメ匂いだけ。さあ来ました、焼き鳥のネギマ、ぼんじり砂肝。砂肝、うん、ビール、ハイボール、あとあまり、あとあまり、ちょっと確かにライムっぽいかもしれんな味、うん、うまい。ちょっと斬新な串揚げも注文。おいしい、めっちゃジューシー。締めに豚骨醤油ラーメンもいただきます。お酒飲んだらラーメンって食べたくなるよね。ノンアルやけど、お、なんか鶏チャーシューが入ってる。これ地味に嬉しい。麺は中太麺でつるっとした感じが見た目からわかります。美味しいな。麺が結構中太麺ぐらい、結構太め、つるつる。締めにね、さっぱり楽しめるっていうのが美味しい。めっちゃ金髪綺麗やな。そう、商品の輝感が高いから、そこはもうおじさんのようにモザイクかけてる。モザイク。なるこみ。はい、てなわけで一押し屋伝五郎大和高田店さんの方でいろんなグルメいただいたんですけども、うーまかったですね。お酒飲みたくなる。
ということでね、まあ、おんちゃんはねアルコールいただいてましたけども、羨ましかった、ありがとうということでね、まあ、こちらのお店なんですけども、以前もね何回かテイクアウトであったりとか、チャンネル登録者数4000人記念の時にもねお伺いさせていただいてたんですけども、その時とねメニューが一新されまして、変わってからは今回初めてということもあって、家族でねお伺いさせていただきました。こちらの店ね、奈良県には2店舗ございまして、西の京にございます。他にも富山県であったりとか岐阜県とか滋賀県にもねお店がございますので、そちらの方に住まれてる方でねご視聴者さんいらっしゃいましたら、ぜひ足運んでいただきたいなと思います。以前とね何が大きく変わったんかなっていうところで、まあ、これは僕らの感想なんですけども、食べ放題向けのお店になったんちゃうかなっていうのを感じます。メニュー見た時に食べ放題プランのコースが何種類もあって、一番安くて1980円から楽しめるコースがあったりとか、反復コースって言って3980円から楽しめるコースがあったりと、いろんなものを楽しめるプランもね多くあって、すごいおすすめやなって思います。でまたねアルコール飲み放題プランなんかもすごい安いお値段であったりしますんで、お酒いっぱい飲みたいって方にとってもおすすめのお店かなと思いました。僕たち実は撮影3軒目でこちらのお店行ってて、あんまり食べれないっていうところもあって食べ放題コースとかは選ばなかったっていうのもあるんですけども、まあ、串揚げとか焼き鳥とか一品メニューなんかもねいろいろいただくことができて、まあ、おんちゃんとね僕と子供たちでいっぱい食べたんですけども、おんちゃんちなみにこちらのお店いかがでしたか？串カツめっちゃ美味しかったよ。串カツ美味しかったな。美味しかった。あんま食べへんようなやつとかも結構いっぱいあって、うん、期間限定のお芋のやつめっちゃホクホクで美味しかったし、うん、サーモンの串揚げって食べたことなかった気がするんだけど、うん、めっちゃ美味しかったんよ。まあ中はもちろん火通ってるんやけどね、うん、あの串カツの外サクっていう食感と中がちょっとふわってしてるような食感がね新鮮で美味しかったですね。ビールが進めましたそうやね、美味しそうに飲んでましたもんね羨ましかったよ。僕は運転やから飲めへんっていう方にとってもおすすめのお店で、こちらねノンアルコールのメニューめちゃくちゃ多いんですよ。まず誕生日付のね、まあ僕は3月なんで誕生日プレゼント持ってますなんですけど、宝石がアクアマリンなんでアクアマリンソーダみたいなねノンアルコールも用意してくれてて、これがねミントと強すぎないライムっていうのがあって、さっぱりとねただ甘さも感じて、これがめちゃくちゃ美味しかったです。その誕生日のノンアルコール以外でも実際のフルーツがね入ったね果実ソーラであったりとか、ミルク系のねノンアルコールであったりとか、もう炭酸系のねゆずジンジャーとか、だからお酒ねあんまり飲まないって方にとってもすごくね飲み物から楽しめるお店やなと思います。だからあんだけ自信を持ってね食べ放題とか飲み放題プランがね作れるんやなって思いました。でまた今回いただかなかったんですけども、スイーツなんかもね豊富にございましたので、女性にも喜ばれるようなお店やなっていうのを思います。まあ、今回予約とかせずに行ったので、まあ、個室ではなかったんですけども、ただ半個室状態というかあんまり人目気にならないような作りになってて、そこもすごいおすすめやなと思います。前の4000人記念の時はちょっとお時間が合わなくてね店長さんにお会いすることできなかったんですけども、ほぼ2年ぐらい前なんですけども覚えてくださってて、向こうから声かけてくださったんですよ。しかもなんとね、ちょっと表の名刺は見せていいか分からないあれなんですけど、裏にねこういった形でね手書きでおめでとうございますってね書いてくださって、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ぜひね奈良コミファンの皆さんもね、奈良県は西の京都ね大和高田にございますんで、足運んでいただきたいなと思いました。企業案件じゃないんで勘違いしないようにはい。で駐車場に関しましては、お店の目の前に広い駐車場ありますので、まあ、止める場所には困らないかなと思います。まあ、ということでね、まあ、調査の結果ね、まあ、以前とはメニューが変わっているところはあるんですけども、結構食べ放題とかが目立つ形になったのかなと思います。あと前の時からもそうなんですけども、お酒を飲まない方にとってもおすすめのお店だと思いますんで、いろんな方に楽しんでもらえるお店というのが調査結果です。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のタカの一言、2万人記念でも行きます。次回のところでお会いしましょう。バーイ。